ウェンデル・メレディス・スタンリーは、アメリカ合衆国の生科学者、ウイルス学者。初めてウイルスを分離、結晶化したことで知られ、1946年のノーベル科学賞受賞者。インディアナ州、リッチビル出身。アーラム・カレッジで学士号を取得し、1927年には、イリノイ大学で修士号を得る。1929年には、科学分野で博士号を取得した。 この年に彼は結婚している。その後1931年まで、米国学術研究会議の一員として、ミュンヘンで過ごした。帰国後、ロックフェラー研究所の助手となり、1948年まで、その地位にあった。後に、カリフォルニア大学バークレー校で、生科学の教授となり、1958年には、生科学部の部長となった。彼の業績には、 ビフェニルの立体科学やステロールの科学が挙げられるが、最も重要なものとして、タバコモザイクウイルスの単理、結晶化が挙げられる。この結果により、ウイルスは、タンパク質と核酸のみからできているということが、判明した。数グラムのタバコモザイクウイルスを得るために用した、タバコの葉は、数トンであったと言われる。ノーベル賞以外にも多くの賞を受け、パリ大学やハーバード大学、 プリンストン大学あるいはイエール大学から名誉職に任せられた。カリフォルニア大学バークレー校には彼の名にちなんだスタンリーホールがある。スペインのサラマンカで隠しした。ありがとうございます。